アリアン4は欧州宇宙機関が1988年から2003年まで使用していたロケット。アリアンスペース社の商品でもある。1983年より開発が開始された。最初の打ち上げは1988年6月15日のことである。2003年まで打ち上げに用いられ、104回の成功と3回の打ち上げ失敗がある。 アリアン3の拡大型であり、一段目に大型ブースターを追加している点が大きな相違点である。ブースターの使用数、状況によって6つのサブタイプがあるが、最大能力を持つ AR44 リットルでは4.8トンの正式動投入能力を持つ。なお、アリアン4による正式動投入重量の記録は4.946トンである。アリアン4の基本型は、 ブースターなしの AR40 であり、3段型2.1トンの正式動投入か5.0トンの低軌道、投入能力がある。エンジンは液体ロケットであり、1段目には4機の、2段目には1機のバイキング5型エンジンを有する。3段目は HM7 型エンジンであり、液体酸素、液体水素を燃料とする。大型液体ロケットブースター4本を有する。 AR44 リットルでは3.5段式となる。アリアン4のサブタイプは使用するブースターの種類及び使用本数によって分けられる。固体ロケットブースター使用の場合は P が液体ロケットブースター使用の場合は L が末尾に付けられる。液体ロケットブースターの方が水力が大きいものとなっている。数字の1の位がブースターの使用本数である。 打ち上げ用途に応じていくつかの派生型が存在した。2、または4機の固体燃料補助ロケットや液体燃料補助ロケットを使用した。スプルダと呼ばれる装置で一度に複数の衛星を軌道に投入することができた。世界の商業衛星の打ち上げ市場において60%のシェアを獲得した。アリアン 4AR40 は基本型で全高58.4メートル直径。 3.8メートルで、離陸重量245トンで、最大積載量2100キログラムを静止トランスファー、軌道、または5000キログラムを低軌道へ投入できた。主エンジンは4機のバイキング2バイトエンジンで、水力は 667KN だった。2段目は、バイキング4バイトエンジンで3段目は、HM7B 液体水素、液体酸素を燃料とするエンジンだった。 AR44 リットルは最大の4機の液体燃料補助ロケットを使用し、第4弾を追加して、総重量470トンに達し、静止トランスファ軌道に4730キログラム、低軌道に7600キログラム投入できた。1988年の打ち上げ以来116回の打ち上げで、成功率は97%に達する。 最後の打ち上げは2003年2月15日でインテルサット9 0 7を正式軌道に投入した。従来アリアン4が担当していた打ち上げは後継のアリアン5とソユーズ ST が担当する。アリアン4よりも重いものや軽いものはソユーズと戦闘量を組み合わせて打ち上げる予定である。ソユーズロケットはペイロードプラットフォームは再使用し、 アリアン4から流用した大型の炭素繊維製のフェアリングを使用し、ギアナ宇宙センターから打ち上げられる予定である。ありがとうございます。